未成年者に対する性的暴行疑惑が浮上していた韓国ボーイズグループエクソの元メンバー、クリスが10代の少女に性的暴行をした事実が確認されたとサウスチャイナモーニングポストが報じた。香港メディア SCMP は中国警察の捜査結果を引用し、クリスが18歳の少女と性的関係を持った事実が確認されたと伝えた。北京警察はクリスのマネジャーを通じて18歳の A さんがクリスの自宅に招待され、自宅で性的関係を持ったと明らかにした。A さんは典型的なデート性的暴行だったと警察で供述した。A さんは10代のオンラインインフルエンサーだったという。警察はクリスが事件後、A さんに5000ドルを渡した事実も明らかにした。これを前に、オンラインを通じてクリスの性的暴行を暴露した宮古美武さんは初めて関係を持ったと記されたかったが、クリスのマネジャーに脅迫されたとし、クリスは否認をしたことがなく、別の女性たちとも約束していた芸能界支援を一度も実行したことはないと強調した。宮古美武さんは自分を含めて被害者が8人以上であり、この中に未成年者が2人含まれていると話して、大きな波紋が広がった。波紋が広がるとクリスは自身の中国版ツイッター WeIBO を通じて去る19日、性的暴行はなかったとし、疑惑が事実ならば自分の足で刑務所に入ると強く否定していた。しかし、警察の捜査で彼が嘘をついたことが明らかとなり、警察は余罪を捜査していると SCMP は伝えた。クリスは2012年、韓国でアイドルグループエクソとしてデビューしたが、2014年から中国で独自に活動している。2014年、クリスは韓国 SM エンタテインメントを相手に専属契約効力不存在確認訴訟を提起したが、裁判所の和解勧告決定により、2022年まで SM エンタテインメント所属だ。アクミューコラボレーションアルバム D1 ポスター。コラボレーションアルバム。10チェックマーク 2021.07.266pm。アクミューリーチャンヒュクイチャンヒュクリーズーヒョンイスヒョンコーヨレーショナバムニクスティペソードタイトルラッカ D1 2021-7265 午後6時 YG。